はい、皆さんこんにちは、みそねぎでございます。あ、いや、グッドライダーみそねぎです。こんにちは何を言っとんねんって感じですけど、はい、もうグッドライダーもクソもないんですけれども、 25R がね、納車されまして、順調に7周運転をねさせていただいております。もうすぐね、今ね186キロなんで、あと14キロでもう200キロの7周が終わります。200キロ超えたら次がね8000回転縛りですので、一気にね楽しくなると思います。うん、8000回転ってことは、まあ、80キロぐらい出ると思うんで、都市高速がね、まあ、解禁できるかなと思ってます。今度の僕の次の休みに ETC とドラレコをつけてきますんで、まあ、その足でね、そのまま、高速道路を走ろうかなと思ってます。テストがてらね。いやー楽しいっすよ、ニューワール。やばい、これもう楽しさがもう半端ない。忍者400にね最初に乗ってた頃ね、楽しかったな、楽しかったですよ。だけどあの楽しさを知ってるのに、さらにこれで乗り換えたらまた楽しいって、もうやばいですよね。楽しいの上乗せですよね。ちょっともう何言ってるか分かんないですけど、まだまだ慣らし運転中なんで、まだまだ全然こいつのポテンシャルは発揮されてないんですけれども、早くね上を開放したい。でこっから上がめちゃくちゃ楽しそうなんですよ。もう音が一気に豹変するんですよね、5000回転ぐらいから。もうそれがめちゃくちゃやる気にさせてきて、ついねうっかりアクセルをガッて開けそうになるんですけど、まあそこはねぐっと我慢してっていう感じです。まあ納車して数日でこの海風に当たらせるのもどうかっていう感じしますけれども、まあねしゃあない、ここはホームグラウンドなんで。まあ、ね、そんな感じでね、今日ね、初の方をね走っております。今日中にもうね、あともう12、3キロ、12キロで、11キロか、12キロ、うん、で200キロ到達しますんで、まあとりあえず200のね鳴らしはね、終わりました。お、これはカフェかな。やだな、今日も結構いらっしゃいますな。はい、楽しい。まあ今のでも6000回転なんですけどねだから8000とかだったらもうすげえ楽しいんだろうなって思いますわ。でもこいつは18000までもありますからね、まあ、2万回転まで一応レッドメーターあるんで、2万とかってぶっ壊れんねえかなって思うんですけどねはい、はい、まあそんな感じでですね、もうすぐ200キロということで、鳴らしが終わりましたらまたね次のねステップに行きたいと思っております。クイックシフターがマジで楽しい。楽しいなんてもんじゃないこれ。これ下手くそになりそうマジで本当になんかもう加速がスムーズすぎて。ありがとうございます。はい、ということでですね、今走行中ですけども200キロに到達いたしました。はい、ということで第一段階の鳴らし終了ということでね、これでこっからはね8000回転まで OK ということで、8000まで開けれるようになったらもうだいぶ違うでしょうね。200キロがね思ったより早かったっすね。まあ、私の基準が変わってくれたおかげで全然きつくなかったです。納車のね片道分と、あともうねちょこちょこっと走り回ってたらもういつの間にか200キロですから、まあすごいペースで乗ってはいますけどね。確かに。はい、ということで、以上みそねぎでございました。ZX25R 納車後もう早速ね200キロの鳴らしが終わりましたという動画でした。これからねどん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 乗っていって、もっともっと楽しんでいきたいなと思っております。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。